はい皆さんこんばんは今日日はどんな一日でしたか私はですね今日は、えー、朝赤平からですね、えー、札幌に走りましてそして今日は団体,団体政策懇談会っていうのがありまして3日間にわたってですね、えー、北海道の各団体と、えー、自民党の、えー、政調会と、えー、政策審議委員会が いいろいろと要望を聞くといううここととと意見交換をするといいでありましたいろいろと今日は水産だったりとか医師会だったりとかですね本当に多くの団体の方々のお話を聞かせていただきました農業団体の話だったりとかやはりその北海道の第一次産業どういうふうに伸ばしていくのかであったり人口減少に伴って担い手の関係ですね、えー、看護師の関係医師不足の関係、えー 教員の関係もそうですし医師不足の関係とかの話を聞くとですねやはりその各教育機関とも連携しながら、まあ、その出前講座だったりとかもう要,望要請は各団体で教育機関とかにしてるらしいんですけども、まあ、なかなかその聞き入れてくれる小学教育機関と あ地方では子どもが少なくなってきてるのでその一つのカリキュラムを割るまんまその時間にとるっていうのはとても難しいことだっていうのは私もそうすると、えー、子どもたちの,その将来に対する思いとかっていうものを知らずして人生を送ってることになるっていうことがと地方の子どもではこう差がついてしまうことにもなるので。 もう少しやはりその子どもたちが受けたい情報だったりとかっていうものをもう少し選べることを私たちも考えていかなきゃいけないなと思った時にえそういうことを考えるのがまあ今私たちに責任があるかなというふうに思いますのでまあ市町村は単独の市町村であったとしてもやっぱり連携をした形の中で もう少しそういう子どもたちの将来に対する充実した情報っていうのをどのように提供してあげるのかっていうのが課題だなというふうに感じた、えー、そして今日はあの地元からもですね、えー、来ていただいた方々もいて、えー、ご挨拶もさせていただいたりですねほんとにあの空知館内の、えー、各団体の方々も頑張って、えー、いろんな 社会づくりというのに向き合われているんだなということを力強く感じた一日でもありました夕方はですね、えー、いろいろこの定例会でお世話になった方々との一根ありましたけれどもその組織組織でまたその部署は部署でいろいろと感じられていることだったりとかこれから私たち同意会議員に求められているっていうこともいろんなことを感じて勉強になった一日でありましたね。 今日で朝ね、朝林ライス作ったんですけどもえー、うまくできたかな、えー、収穫の秋皆さんいろいろな野菜でいろんな食卓囲んでらっしゃいますでしょうかぜひ非空知にもいろいろな野菜だったりとか新しいお米だったりとかできてますんでぜひぜひ買い物に来てみてくださいねそれでは明日も いい一日でありますように。